応こうアナウンサーという仕事をしていて、まあ、20年以上人にインタビューさせていただくというのをやってるんですが、その中の最長不倒を記録していらっしゃる方に今回来ていただくことができました。日日今週のクリエイターズインタビュー、押井守監督でございます。よろしくお願いします。もう本当に今までも何度かお話伺わせていただいてますが、今回ブラドラブを見て、これはお話を聞かずはなるまいとお願いをさせていただきました。なんで今これが作れたんだろう。まず見た瞬間にまあアニメファンなんで、ずっといつもアニメ見続けてるんですが、自分でも無意識のうちに溜まってた不満みたいのがあったんだなということに、はい、ブラドラブを見て、あ、これが見たくてアニメファンやってたんじゃないということに気づきまして、ただこれはできない普通にはということが本当によく分かるというか、でそれを成し得られてしまっているので、なぜできたんでしょうっていうところから、まあだから今風じゃないですよね、全然ね。だからその僕は普段そのアニメーションとかほとんど見ないんですけど、はい、なんか随分変わったんだなっていうのはね。僕がそのテレビシリーズっていうのやってた頃、まあ、うるせえやつらの頃ですからね、まあ、今からだから40年ぐらい前、だからかなり拙かったっていうかね、画面の作りとかいろいろ含めて拙かった部分はたくさんあったんだけど、なんかこう何だろう、勢いとかね、そのエネルギーっていうか、まあ要するにまあめちゃくちゃやってもよかった時代があったんですよ、はい、一瞬だけ。でいつの頃かみんななんとなくこうよく言えば洗練されたっていうかね、まあお行儀よくなったっていうか、めちゃくちゃできなくなったっていうんですかね、作り手の側がね、面白がって作ってるかどうかっていう匂いがしないんですよ。まず何よりも現場それ自体が面白がってるっていう、ね、自分たちが作るものに関してそういう匂いがしなくなったんですかね。まあ洗練されてはいるんだけど、まあ作画もそうだし演出もそうなんだけど、なんとなくね、綺麗にまとまってるんだけど何も感じないっていうんですかね、その作り手側の意思が感じられるっていう、そういうことをずっと思ってたわけ。もう20年近くどんなものであっても、まあ特に漫画とかアニメーションとか音楽といえばポップスとかね、時代のものだから、一番考えるのはその時代をどう思ってるのかっていう、ね、反発してるのかとかね、楽しんでるのか、何でも構わないんだけど、時代の気分みたいなもの、それをどうやって出してくるのかっていうさ、まあ、それが多分、まあ、エンターテインメントってことは、まあ、1回しかやったことないんですけど、1回やって疲れ果てたので、まあ、2年半くらいやったのかな、若かったからできたんですけど、毎週毎週一本上げなきゃいけなくて、でいろんなこと考えてる暇ないんですよ。で思いついたことはそのまますぐやっちゃうしかない。でそういう時の良さっていうのをね、やっぱ思い出したっていうんですかね。でもシリーズっていうのは基本的に何かを成し遂げる前に必ず、なんて言うんだろうな、終わってしまってんじゃなくて、その情熱が尽きちゃうっていうんですかね、当時のシリーズってのは終わりがなかったから、はあ、昔はだからというか果てしない仕事だったわけですよ。いつになったらこの地獄が終わるんだっていうね、はい、だから自分の考えはその都度にまとめていく映画の仕事をしたいと思って、でスタジアム辞めて、で映画専門の監督に、まあ、一応なった。だ最近思ったっていうか、まあ、年取って逆に思ったんだけど、自分もだから今年で70になるわけだけど、あと何年やれるかなって考えた時に、やっぱねたくさんやりたいと思ったの。単純に完成度とかある程度目つぶっても構わないから、自分が考えるドラマとか、まあ、ドタバタギャグでも何でもいいんだけど、だ、ね、仕事をいっぱいやりたいと思うんだと、はい、でまあ、多分スカイクロールのあたりから終わったくらいからかな、これやっぱ数やった方が多分監督人生楽しそうだっていうさ、一見するとなんかこう友情っぽい話になりそうなんだけど、ほぼゼロ、はい、だからさ、やっぱさ、そういうことって今の若い人ってなかなか受け入れがたいかもしれないさ、むしろ僕らの頃は当たり前の雰囲気あったんだけど、やっぱり今はこう表面的なその友情とかね、努力とかさ、
いわきとか、まあ、どっかの漫画雑誌みたいな話だよね、うん、だそれってさ、ほんまかいなとかいつも思ってきたわけ。久しぶりにシリーズやる以上は何かこう技法的なことっていうかね、演出的な新しさみたいなことを試してみたかった。それは何かっつったらさ、まあ言っちゃえばコンテの切り方なんだけどね、いつも思ってたんだけど、アニメーションってさ、テレビシリーズの場合でも劇場の作品の場合でも、ね、基本的に演出のやり方って変わってないんですよ。こうして話してるとね、はい、喋ってる側にカメラが向いてるってさ、で、あなたが喋ってる間はカメラそっちに切り替わるっていうさ、基本的には喋ってる人間にカメラが向いてるって、いや切り返すってやつね、カメラワークって言えばそれだけじゃないんだけど、これってさ本当にそうする必要があるんだろうかってさ、でこうやって喋ってる時にさ、僕が喋ってるってさ、であなたのリアクションがある、あるいはこう間にインサートセリフ、そちらが喋るタイミングもあるってさ、ここに窓を出せばいいじゃんってさ、要するとカメラ一時切り返さなくていいし、で背景もいっぱい描かなくていいし、いいこと、いいことつくめちゃうんです。テンポ上がるし、必要なくなったら消せばいいんです。喋るためにまた出てくればいいんです。ことでやったらもっと手間暇省けて、その分の手間暇を違うところに回せんじゃないかってさ、その分だけお芝居に凝るとか表情に凝るとか、うん、でそういうようなことを合理的に配分し直した方がいいんじゃないのってさ、まあ、要はだから情報量をどうやってこうコントロールするかっていうことが演出の基本だから、まあ、それ前から持ってたのを試してみたかった。だから多分100カット前後しかないと思う。今回で言えばだからそのご新規さんなわけですよ、はい、うん、いちごさんっていうのは、はい、もともとは僕は全然知らなかったけどね、まあ、不動産関係の会社だっていうさ、たまたま、まあ、秋葉原にそういうオタク系のビル持ってて、でそっちの方にもちょっと興味があってっていうさ、でまあいろいろな形する人はいたんだけども、何でもいいからやってみませんかっていう話になったわけ。何でもいいっていうか一応原型らしきものあったんだけど、昔やって塩漬けになってたものなんですけど、それアニメにしてみませんかっていうさ、結構な内容のものだったんですよ、まあ、今形になったものにほぼ近いんだけど、本当にこれやっていいんですかって言ってさ、構わないですって言ってさ、いちごさんは全部お金出すから、ね、だから制作委員会とかないんですよ、はい、一社で全額負担するっていうのはね、なかなかないケース、昔はあったんだけど、だから今回はたまたまそういう太っ腹な千葉さんが、好きなようにやってくださいって、基本的に一切口出しませんからってさ、それがちゃんと作ってねって話だったよね、はい、まあ、ちゃんと作るのはいつもちゃんと作ってきたので、その信用だけで物を作ってきたので、予算も守るし納期も守る、これはなんかむちゃくちゃ言われてるかもしれないけど、それだけは絶えず守ってきただけ、中身はともかく騙されたって言い切ったやつもいたから、だからそれはさしょうがないなっていうか、人間だから、まあ、いちご知恵なんで、それこそいちごさんじゃないけど、いちごさんのいちごってみんなストロベリーだと思ってたみたいね、いちご知恵だったんだって、でまさにいちご知恵になるか、もうちょっとお付き合いできるのか、まあ作品が決めるんで、それが仕事の面白いところだよね。単純にどんだけバカやれるかってことを久しぶりにやりたかった、はい、でバカやるって意外に難しいんで、つまり同じセンス持ってる人間じゃないと共同して働けないから、これのどこが面白いんだって言われるとね、困っちゃうわけだよね、言わなくても分かるよねっていうさ、だからその何でもいいから最後なんて中途半端で爆発しちゃえば終わるんだっていうさ、そういうノリが分かる人と、それって裏切りじゃないって話になる人間と一緒に仕事ができないわけだよね。確かに、はい、そうするとさ、ある程度どうしても世代的なものって出てくるわけで、今回だから西村淳二っていうさ監督は、僕はうるせえやつらの時、特にビューティフルドリーマーの時の相棒だったんですよ、演出やってくれたし、まあ、その後もまあちょこちょこ付き合ってきたんですけど、主に付き合ったって麻雀で付き合ってきただけなんだけどさ、仕事したことは数えることしかない。あとは例によって若林とかね、録音監督の若林、
から、まあ、音楽の河合くんでさ、たまたまだから4人で麻雀してる時に、今度こういうのやるつもりなんだけど思いっきりバカやってみないっていうさ、久しぶりに。でその場でいいっすよって話になって、あとはジャラジャラやってたんだけど、何やるとか一切聞かなかった、うん、バカやりたいってことで正しい了解できる雰囲気があったのね。それが大事なんだよね。でその時その4人のメンツが一応揃った時にやれるって気がしたわけ。まあ映画ネタが多いわけだけど、いくらなんてもネタ振りすぎないって話は現場では出た。だから見る人がどう思うかとりあえず置いとこうっていうさ、ね、これはだから一見するとひどい話に思えるかもしれないけど、僕からするとね、まあある種当然だって部分は今回に限りあった。じゃあ自分たちが面白がれるネタってその辺だから、今のもの興味ないし知らないし、うん、今の若い人の好むものってさ、ほぼ分かんないってか知らない。だからそれはもう開き直っちゃうしかないじゃんっていうさ。だから爆発ね、最後大爆発しておしまいみたいなさ、そういうのが今の事例からしてどうよっていうさなことはね、もう考えないことに決めたんです。だから迷わずコンテキレたのでとっても楽しかった、うん、まあ、僕と西村君で半分ずつコンテ切ったんだけど、正直、ね、もっと切りたかった、うん、楽しくてしょうがなかった。三つぐっていうキャラクターがね結構大変だったのよ。もともと自分で作ってた原作では普通に男の子だったの、はい、でそれって当たり前じゃん、可愛い女の子なんだけど実はヴァンパイアですっていうさ、でもどうしても一緒に暮らしたいっていうさ、ね、血をあげたいっていうか血を捧げたいっていう、自分の血が違う人間の体内に流れることを考えるとゾクゾクするっていうさ、まあ、そういうふうな欲求以外に男女の欲求っていうかさ入ってくると話がややこしくなるってさ、どっちなんだっていうさ、本人もどっちだか分からなくなりましたっていうドラマはあるかもしれないけど、これは12本しかできないんだったらもっと明確にしたいと思ったから、ね、だからボーイミーツガールじゃなくてガールミーツガールだって言ったのが、まあ、実は後付けなんだけどさ、ね、やっぱり主人公女である人が絶対あるなと思ったわけ。だから周りの人間全員反対したの。それってまずくないって別にユリだとかなんとかいう話じゃなくて、それ成立するのそもそもっていうさ、まあ分かんなかった、半信半疑自分でも。ただ女であるべきだっていうさ、ね、そういうなんだろう、思いつきに対するなんかこう根拠のない自信があっただけ。ビジョンですよ。もう本当に同世代のそのうるせえやつらから見ていたあのオタク友達の一人が、今回主人公が当たるが女の子になるだけでこんなに現代的になるんだというふうに言ってた表があり、逆に男と女だと言わんでも分かるでしょになっちゃうのね。でもうちの師匠が言ってたんだけど、アニメーションの最大の欠陥がそれだってさ、ね、美少女と、ね、イケメンが出てきた瞬間の関係性が固定されちゃうってさ、出会った瞬間から惚れ合ってるってさ、これドラマじゃないっつって、うん、だからさ、それを避けるためにもね、まあ、女であるべきだって。で今回は若いお姉ちゃんたちの話だから、まあね、いつもやってるおじさんおばさんの世界じゃないわけだよね。だから、ね、誰にし演じてもらえばいいか全然分かんなかったから、はい、だから若林っていうね、若と相談してどんな人いるのっていうさ、いろんな人の声聞かせてもらって、でまあ基本的には若がキャスティングしたんだけどさ、まあ、パクさんは実は最初から当て書き、はいはい、それは分かります。パクさんしかありえないでしょってさ、であとはだから若が探してきてくれたんだけど、これがまたねさすがというか、だから達者な人間ばっかなわけだよね。やっぱりね、声優さんがねこう達者な人が並ぶと本当に面白いなってさ、アフレコめちゃくちゃ面白かったから、女であるべきだべきだから始まったのが三つ組なんで、だから苦労した。だからね、自分でも半信半疑だった、本当にこれで成立するんだろうかってさ、まあ、桜が
チワで声当ててくれた瞬間、あ、なんかいけそうっていうさ、から感謝してる。そこはもう若林さんのキャスティングの、うん、中に感謝した力だった、うん、と同時に桜にも感謝したけど、やっぱね、自分が作ったキャラの第一声ってやつは、ね、いつもものすごく緊張するの。外れてたらどうしようってさ。だからね、今回は三つ目の声っていうのはめちゃくちゃ緊張した。で、一方でそうするとこう広い舞の方ですが、こちらに関しては舞はね、どうせ分からないと思ってたから。どうせ分からない、うん、つまり2年半やったけどついにラムが分かんなかったっていうさ、あ、経験があるので、はい、だからね、どうせ分かんないだろうと思ってた。真ん中にいる美少女って興味持ったことないんですよ、うん、分かんないし、多分僕が興味がないからだと思う。日高に関しては若に任せっぱなし、うん、私は多分一回も注文出さなかったと思う、うん、あれだからさ、言ってみればうるせえで言えば、まあランちゃんに近いっていうかね、ランちゃんとラムの中間みたいな感じ。ただ普通に美少女だとまたちょっと違和感あるので、何やるか分かんない部分っていうかね、うん、だからニンニク食うと、ね、親父丸出しになるっていう。でもあくまでもっと欲しいのっていうね、あれがメインなんで、もっと欲しいのっていうさ、三つ子の動機であることが一番大事なんで、だから何でもやっちゃうわけで、だから、ね、それじゃ考えなかった。だからそういう意味で言えばハマってたんじゃない。実はやり尽くせなかった。やり尽くせなかった、うん、もっと試したこといっぱいあったんだけど、12分あっという間に終わっちゃったから、はい、だからそのまあもっとやりたいことは抱負はいろいろあるんだけどさ、だからドタバタにしても映画ネタだけじゃなくていろんなネタがあるんだけど、まあ、今回は、まあ、主に映画ネタでやったんだけどさ、今回そのやりきらないほどまだイメージがある、うん、さらにキャスティングももう盤石のチームができたとなると、この先作りたいっていう話になるんじゃないかと。終わってしんどかったなっていうよりもさ、あ、終わっちゃったんだっていうさ、ね、もうちょっとやりたいなっていうさ、大体ねそういう感じだった、うん、僕の周辺で言えば。だからね、またやらせてくれないかなっていうのは正直ある、はい、でネタいくらでもあるんで、でキャラクターはできちゃったし、うん、あとはね、本書くんでもコント切るんでもキャラ勝手に動いてくれるから楽なんですよ、うん、それがシリーズの良さでもあるんだけどさ、これから、ね、ある意味で言えば無限にできるんですよ、いくらでも。それこそ飽きるまで、さすがにさ、うるせえの時は2年やったからさ、もういいようになったけど、まだ12本しかやってないんだもん、うんうん、昔で言えばワンクールしかやってないんだもん、はい、だから許されるならってことは、つまり、まあ、回収できればないしは儲かれば、うん、次やらせてくれないかなっていう、うん、思いはある、うん、いくらでもできるし、で、なんつっても楽しいからね、うん、やっぱね、仕事やってて楽しいなっていうのは、まあ、そういうことなんだよね。エヴァンゲリオンってご覧になりました？僕はエヴァはね、最初の映画が見に行ったの、はい、なんか面白かったよ、うん、めちゃくちゃやってるから。今回のまだ評判とか全然聞いてないし、僕に言わせればヒットしたものって、ね、意外なものばっかりだよって言った。特に最近は多分鬼滅だってきっとそうだったんだよって言った。あれ、キャラクターちょっと違うと思うよね。そうですか、ね、主人公のキャラがちょっと今だとちょっと違うよね、やっぱりって言った。うちの師匠はだからシリーズの1話は全部見てた。仕事なんだって言ってさ、好きも嫌いもないって言ってさ、お前も見ろって言ってさ、師匠と一緒にね、いろんな新しくスタートした1話は全部見た、うん、面白いよ、うん、黙ってないからね、一カットずつ全部ケチつけるからね。だからそれがさ、めちゃくちゃ参考になったんだけど、だからね、僕らが他人の仕事見るってそういうことなんですよ。だから何を目指してるかを 見たいんで、ドラマを堪能するとかさ、見惚れるとかそういうことない、ありえない。
私この 2,3 年かな毎日 YouTube 見てるんですよ、はい、うん、今のところ、ね、テレビ見るよりも映画見に行くよりもはるかに楽しいので、はい、うん、もちろん全部が全部面白いわけじゃないよ、はい、なんでも 5% は素晴らしいんだけどさ、見るに値するんだけど、あとははっきり言ってクズだってさ、その 95% のクズがあるから 5% の素晴らしいものが存在できるんだよね。クズいっぱいあった方がいいと思ってるから、はい、その中で淘汰されていいものが出てくるんだってさ、まあ、YouTube まさにそうなんで、はい、僕が面白がってるのは、はい、結構ねマイナーなチャンネルが多い、再生回数147回とかさ割と追っかけてみてんだけど、はい、うん、だからね面白いのめちゃくちゃ面白いんで、はい、面白いチャンネルを追っかけててもさ、やっぱね波があって、はい、やっぱ本当に絶好調で面白いっていうのは大体半年ぐらいかな、やっぱ低調になってっちゃうんですよ、はい、人間のやることだからまあそういうのはだから追跡してることが面白いっていうかね、はい、チャンネルが成長していくのを眺めていく時もあるし、はい、どんどんさ、うん、落ちぶれていく姿を見ることもあるんだけど、はい、まあ、栄光盛衰だからさ、はい、うん、だからそれさやっぱりなんかね、なんて言うんだろう、世の中にさ、世の中面白がるっていうか人間面白がるっていうことがなくなるとこの仕事できないんで、はい、単に流行ってるゲームだからと、ね、実況やってるとか中継やってるとかさ、そういうことだとやっぱ見ててすぐ飽きるって、なんか考えてんだやっぱ、うん、ま、めちゃくちゃ下手くそなおじさんがやってるチャンネルがあるんだけど本当に下手なんだよね、本当に、ね、悲しくなるくらい下手なんだけど楽しいんだよね、楽しんでるのがよくわかるんだよね、余計なことばっかりやってんだけどさ、なんでそっち行っちゃうのって、うん、そこにあるよそれだって、でもそういうのでもイライラするんだけど、それね見てて面白いなっていうさ、あ、なんかちょっと、ね、奥さん帰ってきたんでちょっと中断しますとかね、うん、多分内緒でやってるんだよねでもそういうのを見ててさやっぱ面白いなって思うわけ、下手なドラマとかさ映画見るよりも全然面白いんですよ、はい、気がついてみたら同世代の監督演出家アニメーターバタバタ消えてって、うん、僕の上で言ったら宮さんと富野さん凌介さんは最近何やってんだろうよく分かんないけど、かつて僕らが目指した監督たちのことごとくがもう個人になったって、そうするとさある意味で言えば競う相手もいなくなったっていうかね、うん、そうするとさあとは自分の手のひらで何ができるかって話になってくるわけだよね。でなおかつ自分が一緒に仕事してきた人間たちももう残り少なくなってきたし、やれるうちになんか やっちゃうなともう手遅れだっていうさ、うん、おっとり構えてるとね、うん、どんどんなんかこう仕事する機会から遠ざかるしかないっていうさ、でそれはやっちゃうでしょきっと。アニメじゃないけど実写ものでね、パトレーバーの実写のシリーズっていうのをね、まあ、1年間やったわけだけど、でついでに映画も1本作ったんだけど、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。はい、うん、次から次から作ってくるっていうさ、もちろん自分一人だけじゃなくていろんな人間巻き込んで作るわけだけど、片石張って作っちゃうと見る側も体固くするしかないっていうか、ね、うん、僕が作ってきた映画って主なそういうパターンが多かったと思う。僕は基本的にさ、かなりこうなんか、まあ、難しいものとか変なものを作る監督ってことになってるけど、実はバカやるのも大好きなんですよ。日常生活でも散々バカやってるし、冗談大好きだしね、で人を面白がらせることももっと好きだし、それ以前に自分が面白がることが一番好きっていうかね、だからさ基本的に不謹慎な人間なんですよ。ものすごく、ね、正しいこと言おうとかそういう感じで全然なくて、思ったことが多少なんて言うんだろう、悪意部分があってもね言っちゃいたいっていうんですよ。だからまあそういうようなこともあって、ある意味非常に不謹慎なものを作りたいっていう願望は絶えずあるんですよ。なかなか許されないで、最近特に許されにくくなってきた、世の中全体がそうだけど、なんか今一言で言えばその不寛容っていうんですかね、ちょっと何か言うとすぐ炎上するとかね、でとことん叩きまくってやめるまでやめないっていうかね、うん、叩き潰してやるっていう、なんかよくわかんない憎悪の壁みたいな感じるんだけどさ、エンタメっていうことだけじゃなくても、
政治家のスキャンダルだろうが失言だろうがさ、芸能人のスキャンダルだろうがみんなそうなんだけどさ、だからそれってものすごくなんかこう息苦しいなっていうふうなことがあったんですよ。だからなんかね、自分の中でもまあ鬱屈してるなっていうのがあったから、思いっきりバカやりたいっていうね、正直に言えばそれが動機だったの。長いことやってるとね、嘘みたいな話ってたまにあるんですよ。僕はいつも思うんだけど、世の中は確かに甘くないってさ、でもさ、辛いばっかでもないんだよね。だから難しいんで、世の中甘くないだけだったらさ、要するに世の中辛いだけだったらまだ対処できるんですよ、ね、時々甘かったり辛かったりね、コロコロ変わるんで、だからかなり難しい話になってくるんで、仕事するにも生きるにも、これ特に若い人にはなかなか分かりづらいと思うんだけど、世の中ってね、結構ね甘い瞬間があったりするの、はい、不思議なことに、はい、どっちかというとね、その瞬間瞬間にその隙間につけ込んでもの作ってきたんですよ。そうですよね、じゃなかったらね、今まで僕がやってきたの仕事がね、連続的にできるわけがないんですよ。いろんな人間痛い目に遭ったこともあるし、痛い目にも遭ったことあるんだけどさ、だからね、まあ、干されてもおかしくない時期が何度もあったの。基本的にさ、僕らは世の中の都合で仕事してるんですよ、はい、自分の都合で仕事してないから、はい、依頼されるまで何もできないわけで、売り込むってことはあるけどさ、売り込んだってダメな時はダメなんですよ。企画の中身が問題なんじゃなくて、たまたまその時にそういう風が吹いてるか吹いてないかっていうさ、だから経験が良かったら悪かったり、あれ どうすかって分かんないけど、お金とりあえずあるんだけどとかね、世間の都合で仕事してる以上はね、世間の都合に関しては考えないことに決めた、まあだから利害が一致してる間は仕事できるし、はい、会わなくなれば仕事できなくなるっていうさ、今回のシリーズの登場人物の、まあ、思想っていうかね、利害が一致する限り共同するって、うん、そうでなければ敵対するって、まあそういうふうなことが私的にはその一番信頼できる人間関係っていうかね、同質的結合とかさ、友情とかね、そういうのじゃない、関係ないって、はい、じゃなくて、それぞれの欲求をどう満たすかっていうさ、まあ、ある種ドライっていうか、まあ、そういうのものがもともと好きなんですよ。テレビシリーズみんなお金ないんだけど、映画と同じようなことはできないんですよ。だから CG 使うにしてもさ、制限あるわけだから、だから CG ですごいことやるんじゃなくて、まあ戦闘機とかさ、戦車とかね、でプラモデルでいいじゃんって。でプラモデル組ん で写真撮って合成して、でエフェクト乗っけるとね、こっちの方がかっこいいじゃんって。描くの大変だしって。あと街の夜景とかどう考えたって実景の方がいいに決まってんじゃんって、うん、とかさ、はい、だからそういうようなことで、だから現場 その人的資源、はい、まあ、手間暇のことだけど、それと予算をどうやってその一番、まあ、費用対効果いいように使うかっていうさ、その面白さが、まあ、テレビシリーズだと思ったわけ。これ漫画の原作だったりするとさ、勝手にそういうことやるとファンが怒るわけでね、はいはい、うん、私の原作なので、ね、原作者が文句言うとかさ、ファンが文句言うとかありえないわけ、はい、あるとすれば僕のファンの中の真面目な方々からね、うん、何バカやってんだっていうのがあるかもしれないけども、まあ大したことないから、河合くんとか本当に面白がっていろんなことやってくれてから、そっくりな曲とかいっぱい作ってらっしゃいますもんね。まあね、例のドラキュラの話とか、ね、昔のだからファミコンの音源だよね、どっから持ってきたんだってやっぱりだからさ、そういうふうな必要だからやるんじゃなくて面白いからやるっていうさ、はい、必要だからじゃなくて面白いからやる、うん、言わなくても やるって勝手にやってるっていうさ、はい、その状況っていうのはやっぱうるさい時によく似てたっていうかね、あの時もそうだったから、あんさやかおさやあんまり言わなかったよね。全世代に受けるとかさ、あまなく受けるとかね、そういうことは今の時代はないから、うん、だからある程度ね、誰のために作るかってことはね考えるね、やっぱさすがに。僕は割と昔から考えてきた方だけど、でパトツーが親父に受けたっていうね、
あの実績が大きい、うん、あ、親父に向けて作っていいんだってさ、なんとなくアニメーションって若い人の見せなきゃダメってさ、子供が 見るんだぞって教えて分かってるんだってさ、その前にこの言葉は何だとかね、そういうようなことができてきたんだけど、途中からアニメーションって卒業しない世界になったってさ、はいはい、社会人とかサラリーマンが電車の中でさジャンプ読んでても恥ずかしくない時代になったじゃん、はい、だその頃からだと思うよ。だからアニメはね、大人が見るアニメがあったっていいんだよな、きっとってさ。ありがとうございました。